チツトリコモナス症の病原体、チツトリコモナスのギムザ染色写真トリコモナス症は、原生生物のトリコモナスを原因とする哺乳類や、蝶類の感染症の総称である。人では通常性感染症の一つ、チツトリコモナス症を指すが、他にも大腸に感染しげりを引き起こす、蝶トリコモナス症なども知られている。家畜では、家畜伝染病予防法において届け伝染病に、 指定されている。本校では主に人の血取りこもなす症について述べる。通常は10日ほど潜伏期を経てこれらの症状が現れる。なお続発症として人免疫不全ウイルスへの感染や未熟児の出産が増加するという指摘がある。男性の場合には大抵無症状だが、時々尿道にかゆみを感じたり、排尿、射精時に軽い痛みを感じたりする人もいる。 病原体は、原生生物の血取りコもなすである。基本的には、尿性食炉の感染症であり、最も多い感染部位は、女性の尿道及び膣である。感染は粘膜に止まり組織侵入性はない。男性の場合は、排尿によって原虫が排除されてしまうことも多い。この原虫はシストを生じず接触によって感染する。従って、成功によって、 あたかも男性が媒介者のような役割を果たす性感染症と考えられる。しかし必ずしも性行為を伴うわけではなく、下着やタオル、便座あるいは風呂をまたぐ際や出産時に母から感染する可能性もある。日本では一般的に高温であるため問題ないと思われるが、共同浴場で感染する危険性も皆無ではない。取りこもな主は顕微鏡で、 病原原虫を観察することにより診断する。膣から綿棒で粘膜を取り、スライドグラス状に塗布しギムザ染色の後に研究をする。男性の場合は、尿賃差や前立腺分泌物中に運動する、虫体が検出される。治療は、メトロニダゾールなどの抗原虫薬を用いる。内服に加えて、膣剤を併用する場合もある。日本では、女性の5から10%、 男性の1から2%が感染していると言われている。トリコモナス症の予防に関して十分な研究はなされていないが、コンドームの使用によりトリコモナス症の蔓延を阻止できると考えられる。牛では、牛退治トリコモナスが原因となり、自然交配あるいは汚染性液による人工受精により伝播する。メスでは、子宮蓄脳症、子宮内膜炎、膣炎、 軽管炎を起こし不妊症あるいは早期の流産を引き起こす。オスでは陰茎、包皮粘膜に軽度の炎症を引き起こすことがあるが多くは無症状である。治療は子宮洗浄の後抗原中剤を子宮内お及び膣に投与する。種お牛が感染している場合は淘汰する。鳥類ではハト鳩鳥子もなす及び七面鳥トリコもなすが原因となる。 ありがとうございます。